愛用で憧れるなんて言ったら、もちろんもちろん、今でこそ大谷選手って言ってますけど、当時はやっぱ翔平って呼んでましたし、チームも同じで、大谷選手入ってきた時にバッティング練習だったり、そのスピードもそうですし、投げることに関してもう、こんなに打球飛ばすの、こんなに球速いの、お前走ってもめっちゃ速いなっていう感じだったんですね。野球ほんとやめたろうかなって思うぐらい次元がやっぱ違うんですね。次元が全く違うんです。おまけにあの性格ですから、もうストイックなんですよ。それこそ2年前 MVP 取った時に、僕LINE は知っていましたので、MVP おめでとうって。後輩ですよね。もうね、そんな話できないです。僕翔平なんて言えないんですよ、もう今。大谷選手。ね、何もしないのもね。ちょっと、久しぶりに LINE 送ってみようかなって、おめでとうでも言いたいなって思ったんですけど、おめでぐらいで、いや、待て。俺が翔平にこんなこと送って、もし返信も返ってこなくて誰ですかと返ってきた時に、俺が傷つくと。そんなことはないでしょ。いや、絶対そんなことはないですよ。誰ですかはないと思います。僕みたいな二流三流選手が、翔平に LINE をしたら、ダメなんだ。俺絶対そんなことはいけない。14年プロでやってるんですよ、杉谷さんも。彼の野球人生を邪魔しなきゃいけないって。